無事には仕留めました。実は昨日回収で失敗して庭ほど川に流しちゃってるんで必死でした。やっぱりね、取ったものはちゃんと回収して美味しく食べないとダメなんで。色綺麗だね。やっぱちょっと濡れちゃったからあるんだけどね。頭が結構こんな感じで緑色のグラデーション、わかるかな、いろいろ光のグラデーションし、ほんでマガモの特徴としてこういう青羽、この綺麗な青い羽、それからあとマガモにしかない特徴としてこのお尻のとこの1本抜きますね、よいしょ、このくるってカールした、本当だ回ってね、これのマガモの押すだけの特徴で、ここ他のカモにはないですね。ここのこれですね、ここの赤血ついちゃうんだね。そうそう、カールこれがマガモの押すしかない独特な羽の特徴の一つです。こうマガモをまず取ったら、カモ類取っとこう毛をむしって、そんな簡単にむしれんだね。そうそうそう、こう毛をむしむしむしってって、ここあ、ここちょっとケツ打っちゃったんであれですけどね、この油があるかないかっていうのをよく見たりします。このそれはある、打ったからない、どうだろう、胸の方、あちょっとこっちは落ちてるからやっぱ重量が軽い、でこっちの重い方ですね、重い方を向いてみると、こうさっきのとこっちと色が違うね、もう色も違うし色味が違うぐらい、こう充実した油がもうパンパン、へえ、だからやっぱ重量もこっちの方が必然的に重くなってきますね。全然違うね、この色、なんか生きのいいトウモロコシと枯れかけのトウモロコシぐらい違うよ多分これ見れば分かると思うんですけども、うん、まあ大体こうどっちも美味しくはいただけるんですけど、やっぱ鍋とかにすると油があった方が断然美味しいですし、飛ぶんで吸わないようにこのカモの場合、普通の鳥と同じように羽があった後にこの羽毛、この綿みたいのがあるんで、これがよく羽毛布団って言われるのもその羽毛です、これが使われるもん。でやっぱこの寒い地方に住むカモっていうのはこの羽毛でマイナス十何度とかっていうところでも生息できるようにしてますね。であとマガモっていうのが結局本州で、ごくわずかぐらいしか繁殖しなくて、他がロシアとかあのシベリアとかそっちの方で繁殖して、冬にこっちの方に渡ってくる鳥なんですけども、普通って渡りなんだ。そうなの、そうそう、渡るより、もうちょい3月ぐらいになっちゃうともうどんどん北の方に帰っちゃう、で今、油をどんどん蓄えてる時ですね。このでもやっぱこう食べれる、今年やっぱ雪が多いんで、その食べれてる個体、食べれてない個体っていうのがやっぱ個体差がどんどん出てくるんで、やっぱ片方はこんな感じで油が少ない、こっち少ない方、これは全然多分こっち比べれば面白いぐらい違うと思う、全くやっぱこっちすっからかんだもん、チャカ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 蒸し入れる、そこはいいですよね。ただこの羽毛
この綿毛がもう鼻に入ってしょうがないやっぱ多分こういう玉のかすったとこなんでしょうね。こういう風にあの皮がめくれちゃうっていうのもあるんで、まあその個体個体でやっぱ散弾銃で1メートルのこの玉の群れがいっちゃうんで、どこに当たるかっていうのもちょっとわからないんで、こういうのは仕方ない話なんですけど、まあとりあえずこういう風に向けるとこをちゃんと綺麗に向いてあげて、これも疲れるんですよねやってる人はわかるけども、これがひどい。いいね、こういうか、やっぱ取るんだったらこういうカモだよねすごいね、全く違うよね。まあ全部ちょっと剥いたら比較すればいいだけの話、うん、ただこのね、やっぱ毛がねすごいね。でやっぱその個体、状態のいい個体をこう下ろすと、その毛の密度がやっぱいい、均一っていうかいいんだよね、うん、多分これとかはもう頭だけにヘッドショットで入ってるような、多分目射抜いてるような状態だから、体の方損傷なく、うん、で、取ってすぐここ放血さしてやったから、これはうまいと思います。でやっぱ体にその弾のダメージがないっていうと、この剥きやすいからさ、うん、ジャリジャリいくから、まあそれは運だよね、うん、まあね、やっぱでも、あ、でもここ当たってんな、ここ、うん、ザ抜けてる。でもやっぱそのなんていうの、うまい人だとやっぱ狙うときこう頭狙ったり、うん、できるだけやっぱそう狙うことによってね、うん、そっちの方に向くから、よりほらこの違いそっち見せて。やっぱちょっと今抜いてる途中ですけども、そのやっぱ食べれてる個体、餌がちゃんと食べれてる個体、食べれてない個体のやっぱその胸だけ見てもこんだけ色味の、ね、色でこんな違うんだもんね、違いありますし、うん、やっぱどっち見てもやっぱこの顔見てもこっちの方がくちばしの色ツヤとかいいですよね。同じ顔でも全然違うね、本当に、うん、だからまあこれがねやっぱジビエの最大の魅力であったり、やっぱどうしてもね、多分この頃ずっとカモしか売ってないからだけど、状態のいいカモって色ツヤがこういう足の色もやっぱ若干違うし、うん、あとくちばしとかこういうところに健康面がやっぱ出てくるのかなっていうのもあるし、多分これが繁殖でどんどん生き残っていく強いオスになっていけば、多分生き残れるのはこっちなんだろうなっていうのはあるよね。まあすごい、自分もまだ4年目ですけど、これからどんどんそういうのだけを狙えればいいんだけどもね、でもこういうの、こういうやっぱいいもの取れるっていうのは最高の漁場、自然がある、あって、やっぱ打っていいところで打っていいものを打ってるんであって、やっぱそこには決まりがあってね、漁ってやってますんで、最高にうまい個体がここですね、玉に抜けてるの、ここと多分、うん、と目が損傷してるんで、ここからポンポンと抜けたかなと、あとはうんかな、こう行って、多分背中から行ってここに抜けてる。三段銃。なんかあと質問ありますか？大丈夫。こっちも取る？うん。サクッと使うから質として。で内臓取ります。
ここに総排泄口って、うん、卵とか全部、うん、があるから、うん、あれかオスだから卵は産まない、まあ産まないけどここお、まあちょっとこっちの油の少ない方のカモです。でここから大体総排泄口切っちゃうと、うん、あとはこう、あ、切れてた、引っ張るっていうこの腸をぐるぐるっとこう引っ張り出す、引っ張り出すと、引っ張り出す、引っ張り出す、引っ張り出すと、ほー、うん、結構簡単にじゃあ内臓抜けんの、ね、そうそうそう。で、まあ俺の場合はこうもう砂肝まで取っちゃって、うん、あとは埋設埋めて処分します、はい、で、こっちが痩せてるカモなんだけども、これね、内臓もね、結構違いてるから面白いよ。まあちょっと匂いとかもあるけど、結局ここほら、もうここの時点で違う、うん、色艶もいいしね、うん、で、やっぱその食べてるものによってやっぱ匂いも違うしさ、カモっていうの、カンマーなんでも鳥もイノシシもそうだけど、まあこうやって俺は切っちゃって、もうここから綺麗な油が、もったいない、もったいない、もったいない、こう油は絶対つけたまんま、もう内臓にもこう油ついてるんですよね、うん、状態がいいやつだと。こっちだとほとんどない、トゥルンとしたあれなんですけど、もうこういう油が内臓についちゃうっていう、もう色もいい気がする。まあ結局そっち多分玉腹に入ってるっていうのもあるんですけど、まあちょっとね、こうピロピロピロと腸取ってって、うん、できるだけ内部でちぎれない方が好ましいんですけど、よし、これまで引き抜いて、はい、おしまい。これ全部油、うん、はい、こんな感じで今日はいとこの狩猟カモを取りに来たのについてきました。まあ賛否両論はあると思いますが、こうやって昔の人は生活してて余すことなくお肉を食べてました。現代社会だともうスーパーで簡単にお肉が入っちゃうから、自分でその鳥を打って解体してってことはないんですが、ノーチューバーとしてはこういうことも発信していきたいと思ってます。あれですよね、その人間の進化的にはなるべく自分の手で動物を殺さないように殺さないようにって進化してて、昔はその自分で取るのは当たり前でしたけど、今もうそのスーパーになる鶏肉さえ一般の人は生産過程を知らないわけなんですよ。まあ、それが正しいかいいかは別として、自分の手でお肉を取って食べるってことも大事なのかなと思います。以上、山城でした。もいもい。